レッツゴー。久々に来たここら辺ね。綺麗だねやっぱね。箱にインフォメーションセンターね、できたよね。あ、ほんとだ。今日は午前中雨が降ってたんでここから来ました。ねえ、めっちゃピーカン。多分テントあるから。あ、ほんとだ、ちょっとさ、先に何か食べようよ。なんか空いちゃった。ちょっと危ない。まあそうだね、ちょっと危ないねこれね。だってもう頭めちゃくちゃ熱いもん。サテイ、わお。お、カオマンガイ。え、なんかタイ料理じゃない？ディムスン。ねえ、あお、肉のこれは内臓かな。ねえ、あんた今全然映ってないよ。わーお、火で炙ってる。ケバブ美味しそう。あら、かわいい。マシュマロかな。かわいいね。ね、うん。ははこっちはいろいろお菓子が。すごい色。はい。はい。あら。そうだね、噛んじゃうとね、歯がやられるからね。これか、なんか。匂い辛い？全然わからんけど。QR ね。後でそれで払ってください。QR ね。はい。あ、久々のナシケラブ食べたい。わあ。It's so yummy. Wow. おっちゃんの機嫌が悪くなっちゃいました。ダディはあっちでタイティーを今買ってます。Ah, you need daddy?ずちゃんはダディがいいそうです。お、ベリービッグストロー。ちゃんはミルクをマミーに渡して早速タイティーを飲んでます。あれ、タイティーもカフェイン。
紅茶だからちょっとあるんじゃない？はい、買ってきました。はい。あずちゃん、This is spicy。ちょっと顔マンガ。いや、これすごい量なんですけど。ね、すごい重かったよね。一応胸肉にしたの。あ、でも、まあ骨はついてるから気をつけて。あそこはまあしょうがない。うん。今日うまいから。あ、キューカンバー。キューカンバー。マミが買ったのは。わー。ナシケラブです。うまそうね。ね、美味しそう。食べよう。ずちゃんほら、ブルーライス。Okay. Wow, big. Oh, this is cool. ちゃん、乗っていい。ちゃん、これ普段食わないんですよ。欲しがるのになんかさ、あげると引くんだよね。うまい。おう。くわ。あの。まあ、ママがもらうって。ご飯はね、美味しいよね、味付いてて。うん。量がすごい。これでいくらだっけ？ 12 だっけ？うん。朝、フィットネスやってたのかな？雨降ってたらやらないでしょ、量があるわ。家のサイバージャーの子が降ってたんですけど、あったな。なんか、いいからね、いろいろと。やってるな。いただきます。あ、うまそう。うん。これはちょっと混ぜないでしょ。でも、このココナッツのライスと、うん、このハーブがいいね。やっぱうめえわ。うめえ。これなんで青いんですか？あ、またピーだ。またフライピーです。食べるのだけ参加です。申し訳ない。いやでも見たかったね、ちょっとね。うん、できれば参加したいよね。今日は朝7時半に起きて、で9時からそのフィットネスっていうのはなんかイベントであったみたいなので、それにちょっと間に合うように来ようと思ったら雨降ってたからやったんですね。ああ、 OK。 ちょっと多分食ったことないはずだね。いや、食べたことあるよ。カモン？チキンライスじゃない？何が違うんだろう。確かに何が違うんだろう。カオマンガイはタイでしょ、うん、でチキンライスはまあ中華系でしょ、とナシアヤムはまあマレー系だと思うんだけど、なかなか見分けが難しいですね。うちのここ1週間ぐらいでよくなちょっと前よりだいぶ食べるようになりました。変色は変わりませんがね、まず食べるようになってくれたことが嬉しいね。そう、うん、感謝して食べよう、ね、ゆっくり食べよう。うん、あ、ベリグー。これ、タバリグー、タバリキー。じゃあ、私シール食わしてあげてんの。何、動物じゃねえの。はい、お腹が満たされたんで、そうっす、ちょっとレックサイドの、はい、レックレックなんかいたの。違ったね。レイクサイドを散歩しましょう。ここら辺はね、もう本当にご飯を食べてカフェがあるからね、でそれでちょっとお散歩するのもいいし、サイクリングとかね、うん、うん、いいよね。ゼロキロ地点。いや、サイクリングどうぞ。ゼロキロ地点です。え、最近マレーシアね、運転してると競輪って言ったらいいの、サイクリング、そう、サイクリングしてる人多いんだよね。私
よくあるんですよ。で、チャリとか。あら、結婚式、幸せな時ね。ね、ここなんか知んないけどさ、ここでなんかちょいちょい撮影してんだよね、みんな。うん、あら素敵。あっち側にさ、またずっちゃんが遊べるとこあるから行こうよ。うん、ほらみんなで仲良く釣りしてるよ。いいね。何釣るか。やだ、なしすごいよ。結局さっきのね、無料のところで遊んでくれたらよかったんですけど、いやあのね、そうこれがね、ずっちゃん好きなんだよね。30分で蹂躙儀です。はい、楽しそうにジャンピングしてます。どうか日陰になって、日陰のままでいてください。外で遊ぶシャボン玉とかもね、売ってるようです。ドリンクもあって、ずっちゃんがやってるのはこれですね、30分ペンディングのやつ。んで、こんなラインナップです。前もね、ずっちゃんと3人でレジャーシートを敷いてご飯食べながら来たことがあるんですけどね、今回久々に来ました。もうこの時間やっぱりね、日があるからあんまり来る人いないよね。うん、大阪ですね。ステージで何のイベントやってたの？後ろでさっきの顔まんがいがさ、美味しそうに炊き上がってんのよ。ちょっと暑かったんで、また戻ってきて休憩です。暑かったが、もう頭がさ、やっぱりまたちょっと頭痛してんだけど。そうだね。あ、やっぱね、ずっと日に当たることが危険だね。でもやっぱ人がどんどん増えてきてるのね。うちはもう食べるかなと思って、スコーン買ったら寝ちゃったんで、家帰って食べようと思います。